はい、それでは生協をやっていきたいと思います。で、今日はクリームパンですので、カスタードクリーム、これを事前に用意しておいてください。今日のパンは中身ね、お好きなもので大丈夫なんで、まあ、何ですかね、あんことかチーズとか、まあ、お好きなもの入れてもらって大丈夫です。今日はカスタードクリーム作っていきます。そして今日はオーブンじゃなくてフライパンで焼いていきますので、このフライパンも用意しておいてください。今日使うのは大体ここの直径が27センチぐらいのフライパンを使いたいと思います。そしてこのフライパンの大きさより少し大きめに切ったクッキングシート、これをね敷いておくとくっついたりしないんで便利ですので、これを敷いておいてください。はい、では早速やっていきたいと思います。成形自体は、ね、簡単です。クリームを包むだけですね。でまず生地を1個取って、閉じ目を上にします。まあ、ベタつきそうだったらちょっとこんな振ってあげて、でガスを抜きながらこの真ん中の部分少し厚めに残して広げていきます。まあ、大体12センチくらいかなって感じですね。そこにクリームを乗せていきます。そしてあとは包むだけですね。なるべくクリームが出ないようにしっかり包んであげてください。はい、ではこんな感じですね。わかりますかね、ポヨンポヨンです。めちゃくちゃ気持ちいいです。で、まずはこのね、包む成形を6個すべてやっていきます。はい、それではすべて包み終わりましたので、この生地をフライパンの上に乗せていきます。で、生地を置いていくんですけど、まず一つ取って、閉じ目をね下に向けて真ん中に一つ置きます。そして周りに 1,2,3,4,5 と置いていきます。はい、それではフライパンに並べた感じはこんな感じになります。そして28個をやっていくんですけど、今回はこのフライパンに置いたままやっていきたいので、コンロの火をつけてもらって、もう本当に弱火、このぐらいですね。これで 3,40 秒、フライパンをほんのり温かくなるまで温めてください。3,40 秒、ほんのりねフライパンが温まったら火を止めて蓋をして、これで10分から15分置いておきます。はい、それでは発酵が終わりました。だいたい 1.5 倍ぐらいかな、膨らめば大丈夫です。でこれで焼いていきますので、まあ、まず蓋をして、で、両面焼いていきたいので、まず15分この状態で焼いて、でその後こっちの皿に移して、でひっくり返して裏面をまた10分焼いていくということをやりたいと思います。でまずこの状態で15分焼いていきます。で火をつけてもらって、これもう本当にめちゃくちゃ弱火、すごい弱火で15分焼いていきたいと思います。それでは15分焼いたら、こちらのお皿の方に移していきます。ここを持ってお皿の方に移します。そしてお皿の方に移したら、もう一枚
同じサイズのクッキングシートを用意してもらって上からかぶせます。そしてですね、フライパンをかぶせてひっくり返します。ひっくり返してお皿と敷いていたクッキングシートを外して、これで蓋をして、また同じ火力で次は10分ですね、10分焼いていきたいと思います。では完成しました。どうでしょうか。ふわふわって感じですよね。特にこの子切った断面はこんな感じでふわふわです。裏面はね、ちょっとほんのり焼き色みたいな感じで仕上げてます。もうあの成形の時点でポワンポワンなんで、ね、それがそのまま焼けたみたいなふわふわ加減です。フライパンでできるからいいよね。そうですね、フライパンでできるのが一番いいと思います。あのオーブンね、お持ちでない方も作れると思いますし、天板2枚持ってない方、うん、とかはこう押しパンっていうんですかね、うん、そういうのを作る時にもこの作り方だとこんな感じのパンが作れます。本当に具は何でもいいよね。はい、あんこでもいいし、はい、あとインスタ のストーリーで上げたやつはホワイトチョコクリームで、ホワイトチョコクリームで作ってます。試作はあれも美味しかった。あれも美味しいですね。完璧です。まあこれも後でね、ちょっと中身見てみようかなと思いますね。はい、ということで今日はクリームパン作ってみました。フライパンで作る推しクリームパンみたいな感じですかね、そういったパンを作ってみました。めちゃくちゃふわふわで美味しいパンに仕上がっておりますので、であのオーブンなくてもね作れますので、ぜひ皆様お試しください。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。